弱体成功から見るグランブル始めていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは、サミンです。グランブルファンタジーの実況なんですが、今回から企画ものに変わりまして、いろんなことをやっていこうかなっていう感じですね。もうだいたいやることをやったんで、あれから結構時間が経ちますしって考えると、企画ものの方がいいのかなと思って、企画ものにしました。今回は、弱体成功率についての企画ですね。弱体成功率は何ぞやという話なんですが、アビリティごとに基礎命中率っていうのが右側に書いてあるんですけども、あります。で、さらに、そこにキャラごとの弱体補正が乗っかって、で、一番最後に狙撃命中率っていうのがあるんですが、これが大体当たる確率ですね。100% 超えます。超えるものは超えます。超えないものは超えない。っていう感じになっていて、ちょっと右にデータがあるんですけど、ちっちゃいのかな、見えるのかな、わかんないので、できれば全画面で見てもらうと見えやすくなるんじゃないかなと思います。で、今回は、マグナーソロということで、マグナでよく使いそうなキャラをメインにして、6属性やっていきたいかなと思います。ということは、このお話が6回続くということですね。さあ、6回ね、聞く人は頑張って聞いてください。飛ばしても結構です。という感じで、最初は、火属性からやっていこうかなと思います。火属性、水属性、風属性、土属性、光属性、闇属性。で、それぞれ対応するマグナを順番にやっていきたいと思いますので、全6回企画第1弾としてご視聴の方よろしくお願いします。次は土属性だ。土属性は、これでいきます。リバイアサーマグナが、反射、今反射弱くなったんですけど、反射と、すっげえ高威力の技をしてくるんで、それを受けるキャラ2人と、防御デバフですね。で、前回話したんですけど、ピルファーが強いよっていう話を、ここで証明しようかなと思います。スーパースターの上位互換みたいなもの、エルシオンですね。ソングトゥーザゼッドが、命中率 90%。で、エルシオン自身の補正で 10% アップで、弱体ボーナスが 7% なので 107% 基本的に当たるでしょう。で、ソウルピルファーは 100% なんで。で、ソウルピルファーから入れて、ソングトゥーザゼッドとアローレイント入れていくと、基本的に当たります。で、ソウルピルファーは 100%。で、アローレインはおなじみ 80%。なんか数学みたいだな。で、ビーラー、サマーバージョンですね。ファスナイトが、魅了効果があるんですけど、これ 75%。で、弱体補正が 5%、エルシオンが主人公は 10%、で、仲間キャラは 5% ずつ弱体成功率アップがかかるんで、有利属性に行くとですね。だから今回、水属性に行くと、補正が 5% かかりますよと。これ8割ですね。で、カリオストロ。コラプスがあります。防御ダウン。コラプス書いてない。80% です。80プラス 5%、85% ですね。当たります。きっと。だって、ソウルピルファーするもん。ということで行きましょう。本当にピルファー強いですよ。メドゥで行こうか。さあ、リバイアサーマグナ。特殊技で、ダイダルフォールか、追強してくるんで、とりあえず、ゲージが溜まったらサラちゃんを使いましょうっていう感じですね。ピルファーを入れる。入る。そらそうだ。入る。さすが。さすが。ですね。さあ、とりあえずこのターンは
次きましょう。くさびですね。これ青のくさびっていうデバフがかかるんですけど、今回全ミスですね。さあどんどん攻めていきましょう。3チェーンいきますね。さあブレーキキープしましょう。ユリ属性に対してブレーキキープは最初は 100% ですね、基本的に。さあこれも当たる。いやーピューファー強いですね。2回目も当たった。更新しておきましょう。オーディンは、主人公属性を対象とした防デバフなんで、まあ、オーディン自体がまあ光属性なんですけど、主人公が土属性なので、まあ、当たります。まあ大丈夫ですね。という感じで土属性でした。やっぱりピルファーが強い。この企画ちょっと下見したんですけど、ピルファーが強い以上ですね。やっぱり弱体耐性ダウンってデバフ入れる人にとっては本当に強い。特例がダークフェンサーなんですけど、まあ、それは一番最後ですね。闇属性の時にまた話そうかなと思っております。さて次からは光と闇、敵が強いです。ちょっとめんどくさいんですけど、まあ、なんとかやっていこうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。